ではおすすめのカクテルを作ります。今日はさっぱりとした味わいがとても美味しいカクテル、ベースはウォッカ、これをグラスに注ぎます。でこのウォッカに生搾りのグレープフルーツジュースを加えます。でこれグラスにですね、塩がついているとソルティドッグと言われる非常に有名なカクテルになります。でこのグラスに塩がついていないとね、また名前が変わるんですね。グレープフルーツジュースのちょっとした苦味がアクセントとなるとても美味しいカクテルです。お待たせいたしました、グレーハウンドです。どうぞ。